他の方法があるはずだ。アサシンクリードの方をプレイしようかと思います。いや、すごいな。まさに幸運を呼ぶ剣ですね。運じゃない、技だ。よく見て学ぶといい、カダール。何を学ぶって言うんだ。大道士の教えに背くことか。お前ならどう行動した。俺は注意を引くようなことはしない。俺は罪なき者の命は奪わない。教団の掟に従って行動する。罪って何でしょうかね。許されぬ行為もない。マリク、お前もいつか師範だ。そうなればわかるだろう。要は目的を達成すればいい。手段は問題じゃない。それはアサシンのやり方じゃない。偵察してくる。これ以上教団の名を汚すな。この任務の目的は。兄さんは教えてくれません。仲間に入れるだけでも光栄に思えと。テンプル騎士団が神殿の丘で何かを発見したと。宝？さあな。とにかく重要な仕事と大同士はお考えだ。俺を指名したくらいだからな。じゃあ行きましょうか。初心者ではないです。落ちちゃった。初心者ではないですが、こうプレイが上手いとかはないです。あれだ、アークに間違いない。あの、失われたアーク？くだらんことを。そんなものがあるか、作り話だ。じゃあ、あれは？誰か来る。朝日が昇る前にこの門をくぐらねば。早くあれを手に入れれば、それだけ早くマサフの狼どもに対処できるというわけだ。ロベールド・サブレ、もらった。待て、宝の奪還が先だ。ロベールは使用目的じゃない。奴を片付けないと、あれは手に入らないぞ。無茶をするんじゃない。臆病風か。最大の敵をやる機会だ。決して逃してなるものか。掟を二つ破っただけでは足りないか。最後の掟も破るのか。兄弟の身を危険にさらすな。俺に従え。地位も腕も俺が上だ。盾つくのもいい加減にしろ。お前たち、覚悟を決めろ、テンプル騎士様。これで部下が減った理由が分かった。では何が望みなのだ。5件隠したら5件いいんだ。血だ。よせ、あの、己の行いの意味が分かっていないアサシンよ。その命を持ち帰り、お前の主人のもとにこの伝言を伝えてもらおう。聖地のことはすっぱり諦めるのだ。今のうちに逃げ帰れと伝えるのだ。とどまれば皆死ぬことになるぞ。皆の者、アサシンどもを殺せ。おしまい。じゃあ行きましょう。やっぱ僕は一番ワンが一番楽しいと思うんですよ。多分。一部省略して他の記憶に飛びます。ヒュンヒュン、かっこいい。
ナイル、戻ったのか。ラウフか。怪我もなさそうでよかったよ、本当。任務は成功だったんだな。大道士は塔にいるな。そうそう、相変わらず本の虫だ。君を待っておられるよ。ありがとう、兄弟。安全と平和を君に。ああ、君もな。強いなやつじゃ。痛そうじゃな。頼むからこっち。アメフト仕込みだぜ。なんで走り回ってるんだ。あれ。こっちだった。どこに消えたか。急いでどこに行くのかしら。何を話してる。道を間違える。どうやったらあんなに早い。なんであんなに急いでるんだ。追われてるのか。どうしたんだ。うん。ゴーゴーゴー。お城だな。何から逃げてるんだ。ようやく帰ってきたな。他の連中は。まさか一番に帰還して手柄を独り占めしようって腹じゃないだろうな。返事がないってことは図星らしい。くだらないことを言ってるなよ。大同士からことづてを預かってる。書斎でお待ちかねだぜ。ほらさっさとおべんちゃらを言いに行ったらどうだ。黙らないと首をかき切るぞ。それなら後でゆっくりお相手するぜ、兄弟。いや、幸い怪我はな。お若いな、もっと気をつけてください。これはご無事で。大同士がお待ちです。はいよ。帰ったか、大同士。ぐるんぐるん。こちらへ。守備はどうであった。テンプル騎士団の秘宝は手に入れたのであろう。思わぬ事態でロベールは手勢を従えておりました。思った通りになったことなどあるか。あらゆる事態に対応するのが我らアサシンだ。今回は手に余りました。どういうことだ。面目ありません。秘宝は失いました。ロベールは打ち果たせず。お前の腕を見込んで我らにとってかつてないほどの重大なこの任務をお前に任せたというのに、何の収穫もなく言い訳をしにおめおめと戻ってきたというか。しよ。言うな。もう何も言うな。なんということだ。直ちに別の一隊を編成せねば。いえ、この次は必ずや私が。えい。お前はもういい。邪魔をするな。マリクとカダールはどこだ。死にました。いや、まだ死んでないぜ。マリク。少なくとも俺はな。カダールは死にました。貴様のせいだ。部屋から放り出されては戻りようがなかった。何もできなかった。思い上がりやがって。お前が警告を無視したせいだ。こんなはずじゃなかったのに。弟も死なずに済んだはずだ。お前のおかげで危うく失敗するところだった。危うく。アルタイルの尻拭いをしてきました。これをどうぞ。どうやら余計なものまで持ち込んでしまったようですが。大同士、襲撃です。村を十字軍が完全に包囲しています。ロベールが挑んできたか。よかろう、受けて立つぞ。
行け、皆に知らせよ。応戦の準備にかかれ。アルタイル、話はまた後にするとしよう。直ちに村へ降り、侵入者を撃退するのだ。マシャフを守れ。承知しました。記憶を早送りして他の場所に送ります。はい、それではパート1これでね終了させていただきます。失礼します。